雲の糸、質がついてる。それに額もボロボロ。そうだね。もう、貝が全部なくなっちゃったんだね。イオンの飾ってた。しかも綺麗に人の部分だけなくなってる。前のところではここになんかあったんだよ。だけど開かないみたい。あれああ、早くもイベントが。変だな。 部屋がこれだけしかないなんて、おー、記憶喪失か <laughs> あったやんか。確か。前に来た時は地下室があったみたいで、なくなってるみたい。あれなくなってる二人ともどこに行っちゃったの怪我してないかなお腹空いてないかな弱気になっちゃダメだ私だって前より成長したはず。もしかしたら二人は、前の私みたいに、どっかに閉じ込められてるのかも。もう一度部屋をよく見てみよう。 あれは <laughs> こんにちは <laughs> こんにちは見間違いからさっきまで何もなかったような。<laughs> こんにちは <laughs> ガーゴイルさん、こんにちは <laughs> 君には苦しめられたよ <laughs> こんにちは <laughs> 君には苦しめられたよ <laughs> 本当だよ、もう。もう君はすぐ追ってきてね、人の血だまりにするんだから。ろくなやつじゃないからね、この像。 あれ誰だ勝手に直したのは。海が戻ってる。ど、どうしてえカビも戻ってる。なんか元に戻った、部屋が。どういうカラクリああ増えてる <laughs> ここ何もなかったよね。増えとるかな。<laughs> 増,え増えてる、増えてる。 どんどん増えていった <laughs> じゃあこっちも増えたのかこっちやあれぬいぐるみなんてあったっけって行くしあー。ああ鍵がこんなところに <laughs>。鍵がなんか使ったような気がするんだけど、すっと触れば大丈夫だよね。 えあー前と同じように、出てきちゃったかやっぱりやったら隠し階段え階段の一枚絵当然だけど、下はもっと薄ぐらいな。昼だから大丈夫だと思ったけど、やっぱり明かりになるもの持ってくればよかった。ライターとかね、ライターオイルとかね、大事だよ。前は、芝とバルツに助けてもらったんだもん。 今度は私が助けなくちゃ。きっと二人はこの下にいるはず。あれ後ろに誰かいるよ。正解えわ階段から突き落とされたあ地下室消えたふふん。<laughs> 欲しいもの早速手に入れちゃった。 うんというわけなんだ <laughs> <laughs> ふむ、なるほど。まあ、簡単にまとめると、バルテ君が北の館に行ったっきり帰ってこないと。うわーきっと何かあったに違いないでしょうね。こんな時に北の館に乗り込むのはさすがにいただけないな勇気と無謀を吐き違えなきゃいいんですけどね。いや、そうではない。 彼は北の館へ別れを告げに行ったのだ。えー、知ってますよもうすぐ北の館を燃やしてしまうのでしょなんだ、知っていたのかそれにしたって、非力な子供が乗り込んでいい場所じゃないんですけどね。降りて頼みがあるジル。構いませんよ。えジルティも行くの四人がかりだな。俺もちょうど北の館に興味がありましたし、どの道行くつもりではいたので。確かに、 来た寝方をよく思ってない人には頼みにくいことでしょうしね。すまない。恩に着るよ。私もこんな歳でなければ。<laughs> 基本的にルイスさんは本当におじいちゃんだよね <laughs>。俺とルイスさんの中じゃないですか。気にしないでください。本当にありがとう。レイにこのことを知られては、また一人で頑張ろうとするんだろうからね <laughs>。もう知られてんだよ。一人で頑張ってるんだよ。<laughs> 芝の話によると、結構レイちゃんで大胆なとこありますからね。そういえば、芝はまだ散歩から戻らないのかい芝は一度北のかへ行ったこともある。今回の件も頼めればと思ったのだが。うーん。おや。あらら。まったくさらに状況がや,やかしくなっちゃって。んどうかしたのか。いや。 本当にレイちゃんは大胆な子だと思いましてねジルティも誰悪魔と契約してるからもう分かってんだその悪魔が告げてんだ、うんそれはどういうまとりあえずこの件は俺にお任せください家庭はどうあれバーゼ君をこちらに連れてきますそれともう一つ少しの間レイちゃんをお借りできますかあれレイちゃんがいないあそうか何霊よそれは一体どういうことだ 傷一つなくお返しますからご安心ください。よろしくお願いします。傷一つなくね。<laughs> ジル、説明してくれ。レイにバルセ君のことがバレては困るのだ。今回、この、今回の件に触れさせるのは。そうなんですけど、まあすでに遅かったみたいで。何今俺を信用してくれませんかレイちゃんバルセ君も必ずこちらに返しますから。うーん。私は構わないでは。 レイに一度聞いてみないことには。レイがいないの知ったらさ、もうまた、あのひ、人さらいだって言うよ。このおじいちゃん。彼女街に出たみたいで。街 <laughs> に一人でかいや、その前ジル。お前どうしてそれをそれでは俺はこの辺で、早いとこ北の方に向かわないば。いろいろ面倒なことになりそうなんで。ルイスさんだけ。またんか、ジル <laughs> 置いてけば俺はルイフ。ルイフも行こう。いっそ。いっそ、ルイフも行こう。<laughs> はあ、見た目に似合わず、案外お手間なんだから。女ってのはみんなそうなのかね行いったー絨毯、惹かれてるからね、でも。でも絨毯惹かれてるから、くないあれ、どこも痛くない。絨毯だからね、おい。私、階段から落ちたよね。あ、でも床が、そういえば床がふかふかしてる。絨毯だね。よかったね。じ絨毯があってよかった。 なんで私落ちちゃったんだろううん、うん。落ちたっていうよりも、誰かに背中を押されたような。嘘出口塞がれてるおい、聞いておるのかん落ち着け私。前にもこんなことがあったんだから。絶対、別の出口があるはず。焦っちゃダメ。焦っちゃ。おい、このふふ。<laughs> 早く二人を見つけ出して。そしたらすぐにこの館を出て。いい加減に気づかんかうわぁ うん、うん、うんどっからおい、ちょっと助けんか真、ま、っ暗に何も見えんぞこ、この壺の中からど、どうしよう。悪魔じゃないよね。早く出してくれ暗闇は嫌なのじゃ <laughs> よしああー、もう死ぬかと思ったのじゃモンスター悪魔どっちお主 いきなり上から落ちちゃくるなんて、一体どういう神経をしてるのじゃあおまけにツボの中に閉じ込めおって。え、え、あ、いや、えっといきなりツボが飛んできたと思ったら、その中に閉じ込められたのじゃひどい目に遭ったこ、この子は一体悪魔なのかなすごくモフモフしてるんだけど、マスコット枠捉えるやべ。マスコット枠捉える。なんじゃ、なんじゃ人じろじろ見て、人じゃない <laughs> 最近のお子ものちょっとでもできんのかああ、あの、その、 筒をひっくり返しちゃってごめんなさい。うむうむ、よかろうなのじゃ。まだ腰は痛いがな。<laughs> 腰だの、ルイフだの、年より多いな。<laughs> 腰どのあたりが腰なんだろう <laughs> ところでお主、こんな声何をしておるのじゃ。えお主人間であろう念のために言っておくが、ここは人間が来るような場所ではないぞ。あ、そうなの。私、友達を探してて。 友達おのしと同じ人間か。うん。この館のどっかにいると思うんだけど、居場所全然わかんなくって。それなら確かにこの館の中にいるぞ。本当どうしてわかるの我にわからぬことなのないぞ。うむ。人間の気配は不活。いや。一つは少し悪魔の気配を混じっておるな。お、敏感だね。うん、それとたちやってると思う。よかった。見つかった。って喜んでる場合じゃない。 急いで二人を見つけてここから脱出しないと。まあ我も居場所まではわからんからあとは自力で探すんじゃな。あれさっきわからないことはないって <laughs>。うるさいのじゃ。<laughs> でもありがとう。二人がここにいるってわかっただけでも十分だよ。あ、そうだ。これ。二人のことを教えてくれたお礼と壺をひっくり返しちゃったお詫びに。ん、なんでこれはマドレーヌだよ。食べたことないかな。ない。えっとねー。 簡単に言うと、甘くて柔らかいお菓子かな。食べ物か。うん、そうだよ。もらうのじゃ。はい、どうぞ。一個渡した。うーん。どうしたのやっぱり今、お主が持ってるやつがいいのじゃ。こっちのがどれのがいいのえっと、どっちも味は一緒だと思うんだけど。うーん、でも納っそっちがいいのじゃ。入れ替えますかじゃあ、はーはい。 にょほほほほほほほ。ありがとうなのじゃ。もぐもぐ。んどうかなう、うまいのじゃー <laughs> この柔らかい食感。口に広がる香り。まさに、我の求めていたものじゃーそ、そうなんかよくわかんないけど、気に入ってくれたのでよかった。ものすごいキュレ食べてる。ふわーうまかったのじゃー そんなに美味しそうに食べてもらえたら私も嬉しいよ。うむ決めたぞ我はお主についていくぞええー、<laughs> 人間を探しておるのじゃろ道中は何かと危険でしょ我がお主を守ってやろう嘘をつけ本当やな我がお主を守ってやろう本当やなあー、ありがとう代わりと言ったようなじゃが、また家事をくれぬか。<laughs> え、うんうん、あんなものでいいなら。やったのじゃあかわいい。 ところでお主の名は何じゃ私は霊だよ。あなたはよくぞ聞いてくれた。我は平和の神。ピースと申す。平和の神。神 <laughs> 神様悪魔じゃなくって失礼な我はあんな物騒な人と一緒に住んでないすごいそれじゃ本当に神様なんだ。信じやすいな、霊も。<laughs> そっか。悪魔いるぐらいでも、神様だっているよね。 ま、自称じゃかなおいえへへ、おい, <laughs> おい <laughs> え <laughs> そういうわけじゃ。神であるバレに気安く触ってはないかんぞ。そうし、では行くぞ全速全身じゃ大丈夫かなあセーブポイントになるんだ <laughs> あの、愛と、何愛と平和の神。そして、セーブポイントピースか。なるほどね。<laughs> じゃあ行くかー。さあ。北の館のマップはね、覚えてるけど。変わっ、あ、ピースも、そうやって移動するんだふふん、<laughs> 先回りしておいたぞ。<laughs> 先回りするんだな、基本的に。北の館のマップはね、前作のマップとほとんど同じだと思うんだけど、どんなカラクリが仕掛けられているのかって感じですね。あ 残ってるなーでもなんかちょっと違うね。なんかカリカリ音がするんだけど。なにこれねじまき式。鬼ごっこするえおお。今はいいかなーって言われたね。なんか色がグレースケールになってるね。彼女たちって確か色があったのに。 ななくなってるねこれは何この紙彼女たちの蝶は彼女たちの視線の先に蝶うわこの前もこんな部屋来たなちょっと血が薄くなってるあれ黒い髪赤い瞳の女の子 狂ってる。壊れてる。うんなんだ今の言葉はおークジラみたいなのが、<laughs> 上をクジラが通過していきました皆様 <laughs> 皆様今、上をクジラが通過していきましたよ今 <laughs> なんだなんだうこの北の館って何でもありだなクジラもいんのが <laughs> まあ、この辺りの器具はさ、 あの、相変わらずはね、れいちゃんもこれも嫌だよね、みんの。あ,あ、で、先回り、来た。あの子の欲しいもの。早く逃げないと、取られちゃうよ。気のせいだと、お、思いたい。先回りしてるね。どうじゃ二人は見つかりそうか。基本的に、先回りしてセーブポイントになってくれるだけか。 大きな甲冑。この前にはなかったものもあるね。北の館。だから、あのー、と、錆びてると思いきや、あのー、作り、なんていうかな。作り慣れてきてるからか。<laughs> なんかちょっと逆に豪華になってるんだよな <laughs>。逆に豪華になってるぞ。この館。いらっしゃいよ、お姫様 <laughs> や,ばやばい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 。 かわいいかわいいお姫様。私の持っていたお人形にそっくりなの。やばいなぁ。あ<れ>おぉ何皿が落ちてきたよゴトって落ちたよ何割れなかったね。てか、皿って落ちたら割れるもんだと思ってたけど大丈夫だったプラスチック製なのかなこの先へ行きたいのえあぁ彼らを探してるのね。いいわ。この扉の鍵。 あなたにあげる。取りに出したい私たちの前に。あーってことは、タッチってことはあそこだな、多分じゃあ、行く、戻るか。鍵だそんな簡単に取らせてくれるとは思えないなー <laughs> 古びた鍵を手に入れた。笑うなよ笑うなよ鍵手に入れたんだよ、こっちは。 ああいうのにはね、話しかけない方がいいんですよ。じゃあちょっと失礼します。お、大丈夫だった。<laughs> あの、ね、ゼンマイ人形が追いかけてくるもんかと思ったけど。人形。ゼンマイ人形。ああ、なんだ。その時か。じゃあ、失礼します。古びた鍵を使った。開いた。まあ、ここは開くんだね。なんか、後ろから通ってきたけど。 なんか後ろ悪いてきああピースか <laughs> ピースがそうやって走ってくるのね。よほほほほほワニにかかれば狭い隙間ぐらいちょちょいのちょいじゃ。<laughs> ピースが走ってきたのね。一瞬なんか何を走ったんだろうと思ったけど <laughs>。テディービアだ。どうせ血つくんだろうな。ほらー <laughs> どうせ血つくんだろうなって言って3秒ぐらいで1秒もたたうちについたわ。<laughs> テディービアそういうことに扱っちゃダメです。物をちゃんと扱ってください。綺麗な色の布。 でも今はいらないよね。布。なんか知らない階層だな。言っちゃうと。誰誰かいる。ん誰かいる。どこんどこにいるの私のこと、置いていっちゃったの あなたのために、心を込めて送った花。あなたはまだ、ちゃんと持っていてくれてるお花こっち向いた。そう。私が送った、バラの花束。どうしてあなたは会いに来てくれないのお主で何をしておるかピース迂かつに悪魔に近づいたらなるお主はバカなのかで、でも何か探してるみたいで。 あっもわかった。とりあえず一旦部屋を出るのじゃ。まあ待って、そんなに服引っ張らないで。悪魔なんだ、あれ一応。まったく。お主があまり平然と悪魔と喋るとするから、親族止まるかと思ったのじゃ。ご,ごめんなさい。しかも誰か探してるみたいなとのと、悪魔でにのんきなことをうぬかしょって。うぅ。まあよい。幸いにもあの悪魔は、貴重な荒い質ではなかったようじゃ、しの。 ちょっと確認して奥があまりこの館のペタペタ触るんじゃないぞ <laughs> え、うんうん。壊さないよそっと触ってるつもりなんだけど。そうではない触ったら思いの先へ飛ばされるではないか。思いの先飛ばされるお主もはや,や、知らないのかえ、えっと、あ、切れたもんじゃ。今までよく無事じゃったな。致し方あるまい。我が説明してやろう。ありがたく思え。よ,よろしくお願いします。 ここに悪魔が集まっておるのは知っておるなそやつらはここに思い出を持ってやってきておる。思い出うむ。簡単に言えばそやつらの酔いどころじゃ。大切なものとかそんな感じの。強すぎる思いが物に宿り、それが故に思い出先に飛ばすほどの力を持ってしまうのじゃ。わ、ま、分かりやすく言うとまあそうじゃな。例えば、レイ。俺じし好きな奴はおらんのか好きな人うーん。 おじいちゃんかななんでだよ <laughs> <laughs> おー、レイっていう、つまらん答えじゃんが、まあいい <laughs>。想定してる答えと違うんだよ。多分みんなが想定してる答えと違ったぞ、今。例えば、レイがそのおじいちゃんとやらのために、心を込めてマドレーヌを作ったとする。そ、そんなにマドレーヌが気に入ったのかな <laughs> <laughs> すると、あら不思議。 おじいちゃんへの強い思いを込めて作られたそのマドレーヌを踏めるとおじいちゃんのもとに飛ばされてしまうんじゃええー、なんでそれが思いの力じゃ。もっとも、それはこの館の中でしか発揮されないがな。ちなみに思ってる人、この前おじいちゃんじゃな。その人のことを思い人と呼ぶおじいちゃん。<laughs> もうおじいちゃんばっかじゃねえか。<laughs> それに思っている相手のもとまで飛ばすとなると並大抵の思いじゃ不可能じゃ。 それこそ、悪魔になるまでの強い未練がなければな。つまり、この館に落ちているものの中には、そのような思いを込められたものもあるというわけじゃ。おい急れと落ちているものでもないがな。もし思いを込めた相手が北の館の外にいたら、外に出られたりしないのまあ、ないじゃろうな。何百年も現世を彷徨っている悪魔の思いとは生きているとは思えぬ。 それじゃあ、私がその思いの込めたもので触れられちゃったらどっか全然知らない場所に飛ばされんのいや、おそらく思い人も北の館にいるじゃろうから、ここら遠く離れた場所に行くことはないじゃろう。え、そうなの思いに惹かれて、思い人もここにやってくるのじゃ。必然的にここは悪魔の巣窟になる。なるほど。というわけだ。むやみやたらと触るものに触るでないぞ。見分け方ってないの 人間には無理じゃが我はわかる。だから我に聞けばよい。なるほど。早なしい。何か怪しげ物に触れるときは我には声をかけるということじゃ。なるほど。俺主が勝手にいなくなって、ね、マドレードが当たらんではないか。わ <laughs> かった。何か怪しそうなものを見つけたら声をかけるね。うむそうしてくれ。なるほどね。何かしらのチュートリアルをもう終わったけど、これとかはどうなんの あれこんな花束あったっけさっきまで。花束が浮いてる。あバラの花束だ。そういえばさっきの女の人、バラの花束はどうとか言ってたっけこれがその花束なのかなうん。この距離なら頑張って手を伸ばせば届きそう。よいしょっと。もうちょっと。 って、こらー <laughs> うわびっくりしたなーにしれっと、これ、勝手にこの役所のもの触ろうとしよじゃあ我々の約束の忘れたのか <laughs> そうだよね。俺もそう思った。ワイでもそう思います。ああ見よこんなところにぷかぷか浮かんでいる花々と怪しいがい何者でもないそれに、案の定ここには強い思いが込められて触っていたらどうなっていたかご,ごめんなさい、つい。ついではない、まったくもう <laughs> なんじゃそんな二条城花々の図見て。ピース、あの花束何とかして取れないかなむ、なぜじゃさっきの部屋にいた女の人、バラの花束を探してるみたいだった。きっとこれがそうなんだよ。うーん。まさかとは思うがおるしあの悪魔を助けたいとか言うのではないかろうな。うん、できるなら何とかしてあげたい。愚か者人間なんぞがあくまで近づいてはならぬ。何だったのか分かったもんでないぞ。 た、確かに中には良くない悪魔もいるけど。でも、みんなが悪い悪魔じゃないって私知ってるし。知ってるって、まあ、バルチェのことなんだろうな。<laughs> 自己満足かもしれないけど、できるなら、ミ練を消して悪魔から解放してあげたいんだ。そうすれば、汚い方から悪魔はいなくなる。きっと、汚い方を燃やさなくたって良くなるはずだよね。では、お主が探してる人間はどうするのじゃ 悪魔を助けるところに油を売っていた見つからもん見つからなくなるぞ。きっと、普通にこの館を探していても二人は見つからないと思う。まあ、鍵かかってるしね、ほとんどのもの。実は私、前にも一度ここに来たことがあるんだけど、この館には色い々ろいろ仕掛けがあって、その時も悪魔を浄化させながら先に進んだんだよ。だから、ここにいる悪魔たちを何とかしていけば、少しずつ二人に近づいていく気がする。 それにもしかしたら悪魔たちが2人のことを教えてくれるかもしれないしう,ーんうんうんどこに飛ばされるか分からんぞえこの館はただでさえ広いが今は空間がゆんで無尽蔵に広がりつつあるどこに行くか誰も知らぬ加えて言うならば思いの先には思い人つまり悪魔がいるそれでもいいのか うんよかろうなのじゃ。ありがとう、ピース。よしあなたを触るようむそうだねピース、手繋いだ方がいいかなとかなんとか言って、本当は我のボフボフ,フの毛並みを撫でたいだけではないのかえ <laughs> 残念じゃが、我も自称とはいえ神。そんな邪念の困った誘いには乗れるな。うんうん、んうん。我も同時にあなたに下がるから問題ないほれ、行くぞ せーのバナの花束ーーを手に入れた。でもどこに飛ばされるのえ、どこー <laughs> え、どこー <laughs> ここってうむ。なんとか無事に着いたようじゃの。どこや <laughs> ほれ、見ろ。あいつが、お主の手に持ってる花束の思い人じゃ。あの人が 何度も言うが、あれは人ではないぞ。そっか。悪魔なんだよね。それどうするのじゃ。まさかバカ正直にその肌をあれに渡すわけであるまいな。え、渡しちゃダメなのバカ者相手は悪魔じゃぞ。そんなのミスミス食われに行くようなもんじゃ。でも、それじゃどうやってこの肌はあの人にあげればいいのそれをりに聞いてどうする <laughs> まさかと思うし、思うがおるし、何も考えてなかったのか。ご,ごめんなさい。 はあ、全く仕方ないわのう,うんまあ、何かあったら悪いがどうにかするえ、花も渡してこい。いいの神じゃからな。寛大な心で許そう。その代わり、そーっとじゃぞ。わかった。そーっと渡すのふっ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 ふ。<laughs> 大丈夫っぽいな。大丈夫っぽいな。じゃあ、はい。ふっふっふっふ。 あ、あの、このバラの花束、あなたのものではないですか花束私のえっと、なんていうか、友達からもらったもんじゃないかなって。さっきの悪魔は、あなたのために心を込めて送った花って言ってたし。ああ、ああ、そう、これ。これよ私があの子にもらった花束。 私が、あの子とお別れするときにもらった花束は。ああ、よかった。はい、どうぞ。あとは宝石だけ。えあの人からもらった赤い宝石。ところであなた母へ、はい。どうしてあなたがこの花束を持っているのえ私からこの花束を奪ったのあなた違います、私はただ。 許さない。よくもまた話を聞いてだーか言ったじゃないかピースとにかく今は逃げるのじゃあ追いかけてきたこっちには来れないみたいだなえー <laughs> なんだこっちには来れないのかははははははは